寒いのにこうやって一枚大元気。いやこの部屋そんなに寒くないよ寒くないそんな。お風呂上がりだから暑いのもあるけど、ドライヤーしてたからだけど、そもそも部屋がそんな寒くない。寒すぎて唐揚げ食べた？関係ないでしょ絶対気温関係ないでしょ。ゲーム PC、 いやゲーミング PC そんなつけてない、1時間もつけてない今日。もうちょっとの、ちょっとしばつけてない。ゲーム前ほどしてないんだよね。たまにしかやってない。今日もやったけど2試合ぐらいしかやってない。全然やってないよ前ほどやってない。ゲームしてないんだよなあんま夜あんまやってないや。夕方とかにやるとしても夕方とか夜あんまやってない。前はやってたんだけどね、最近は夜じゃなくて夕方とかにやってる。フォールガイズの方がもともとあんまやってなかったフォールガイズの方があんまやってないかも、もともと。ゲームはね、やろうと思った時にやるんだけどな、その毎日やろうと思うわけじゃないからな別にゲームを毎日やってたらあれだけど、やらない期間が増えると開くとさ、ちょこちょこ開くとそこまで毎日やろうと思わないんだよな。ぷぷってないですね。ってない。YouTube もそんな見てないな最近。ゲーム配信そんな見てない。最近見てない。あんま分かんないところ。最近 PC ゲームPC ゲームもエペしかやってないんだけど、エペもそんな前ほどやってないかも。やってるのはやってるけど、って感じかな。でもランクやりたいんだよね、エペ上げたいから。やろうと思ってるんだけどあんまやってない。すごい、なんだこれ、新しいギフト？リップ、かわいい。カメラ設置するのはもう買ってよ、このなんか台みたいなやつ、携帯置いてるやつ。設置っていうよりカメラ置くだけだけど、すぐ位置ずれちゃいそうこれ。もう一回確認すれば。
やってみたい PC ゲーム、今んとこはエフェとバロントぐらいかな。やりたいの、バロント全然やってない。バロントもなんかランク、エフェのランクみたいなやつがあるんだけど、レベル20まで上げないといけないんだけど、今7ぐらいでレベルがちゃんとまだできないんだよね。やらなきゃなんだけど、なかなか上がんないから、ちょっと上げなきゃいけない。あと13 上げるの時間かかるからな。オーバーティツ、オーバーティツもね、入れてるのは入れてるけど一回しかやってることない。アプリゲーム入れてダウンロードして一回しかやってない。あんま分かってないんだよな、あんま。なんかいろんなキャラいて、キャラの使い方とかも分かってない。これ入れんのやと対戦でランクみたいなやつがレベル20からじゃないとできない。ランクじゃなくて普通のやつ、なんかエペでいうカジュアルみたいな、普通のランクとか全然そういうの関係ないやつ、普通の試合は全然できる、どのレベルでも。でもランクみたいなやつはレベル20から、そこまで上げないといけないんだよね。バロラントって一回一回の試合がめっちゃ長いから大変上げるのが、一試合1時間、1時間もかかんないかな、でも結構長い。長いんだよね、エピより長いから。モンハンぐらいしょ、プレイモンハンやったことない、私わかんない。モンハン、あんまやったことあるゲーム少ないかも。 DS とかのゲームだったら何個かしたことあるのはあるけど、 PC ゲーム全然ない。 PC 買ってからやり始めた。あとプレステとか持ってないから、プレステのゲームとかはやったことないね。プレステ、そうね、プレステ持ってない。プレステやった、プレステ嘘持ってたことない。プレステゲーム一回だけやったこと、一回だけやったことあるけど、なんか何個か、その親戚が持ってたプレステ、それのゲーム、それで親戚のうち行った時に何個かやったことあるぐらい。でもさっき言ってたモンハンとかはないですね。ロペリングゲーム苦手じゃないよ。ポケモンとかでしょ、やってたよ私。やってた、先はやってないけど、やってたのはやってた。ポケモン、ポケモンぐらいかな。でもポケモンとドラクエほんのちょっとだけしかやってない。すぐ飽きちゃった諦めちゃった
ケモンとドラクエぐらいか。RPG なんかあったっけ、他覚えてないや。花嫁、ね、そうそう、天空の花嫁、ね、ドラクエやってたの。他にもあったけど、家にあるの、スイッチのソフトでドラクエのやつで、私やってない。お母さんとかが上がってあったけど、やってないや。PC わかんない。 PC はね、エフェしかやってなくって、いつもやってるの。バロンとほんとたまにやってるぐらいでもね、全然やってない。お母さんドラクエ、その親戚の人がすごいゲームが好きで、いろんなジャンルのゲーム持ってて、その人がまずねドラクエが好きで、でそっからお母さんがその親戚の影響でドラクエハマって、でも何個かしか持ってないけど、たくさんあるわけじゃない。でお母さんが持ってた。で何個かデータ作れるじゃん、セブデータ。それで自分のデータ作ってやってた。木村先生ダメだと思ってつ、あれ買わなきゃいけない、なんかなんだっけ、キャプチャーボード、なんかスイッチの映すやつ。てかそもそも私スイッチライトだからね、普通のスイッチ買わないと無理なんだよね。いろいろ必要になっちゃう、それするんだったら。であれか、あのなんだっけ、ローカル通信みたいな、そんなんじゃだっけ、オンラインので通信じゃないからあの近くにいないと無理だ、そもそも。まあまあできるっけ、なんか入ってたらできるんだっけ、わかんないな。もう実はスイッチ弟にあげてないよ。だって弟持ってるもん、スイッチ。スイッチのゲームは食べないかな。無理だからスイッチライトじゃ。普通のスイッチ買わなきゃ無理。やんないかな。あとキャプチャーボード、スイッチの画面を PC に映し出すやつを買わないといけないから、それも持ってないから、ちょっと大変だからやらないかな。今んとこやる予定はないかな。スイッチ抽選ゼロ多分なってるんじゃない触ってないんだよねスイッチ、わかんないだから。どうしてそれでずっと聞いてきました。あげないですよあげないです。動かなくなってたり、さすがに動くんじゃない、さすがに。最
後にスイッチ触ったのあれだな、いつだろう、3ヶ月前とか、あの2周年のさ配信で、ショールームの毎日アイドル2周年の配信でぷよぷよするって決まってたから、決まってたからぷよぷよ久しぶりにやるかと思ってスイッチでやった。本当は交換してもらうかな。いや無理でしょ、私だったら嫌だよ、普通の普通のスイッチを持ってて、スイッチライトと交換絶対嫌だよ絶対無理でしょ。しかもそれ弟だけのじゃないんだよね、弟と妹のだから。しかもクリスマスプレゼントで買ってもらったやつ、絶対無理でしょ言わないけど、スイッチのゲームどのくらい、スイッチのゲームは3つくらい、ぷよぷよとなんだっけあれ、あゲームの名前出てこない、なんだっけあれ、なんかノートレのやつと、あともう一個なんだっけあのさ色のやつスプラトゥーン、あ、そうそれスプラトゥーン3つかな、3つ、うん、ポケモン持ってないね私。3つ持ってる、でも3つしかない、ゼルダ持ってないね、ゼルダやったことないんだよね私、なんかいっぱい出てるよねゼルダって、やったことない、でも多分買わないか、爪が向いてきた、おすすめありますか、スイッチのおすすめ、スイッチちょっとあんま分かんないんだよな私、分かんない、あんまねいろんなゲームしてるわけじゃないから詳しくない、なんだろうねおすすめ、そろそろ寝る、いや寝るはもうちょいかな、もうちょい、まだ2週間ぐらいしか経ってない、ちょっと早い、帰るには3、4週間ぐらいで大体帰るから、もうちょいかな、ニンテンドーオンライン入ってないね結局、入るか迷ったんだけどやめた、入らなかった、レストやってみたいゲーム今ないかも別にうん、プレステ持ってないしな、そもそもキースレス買ってないね、あのオンラインのやつでしょ、買ってない、結局入ってない、あ投票やばいしてない今日、ありがとう、あ携帯の充電ないじゃん、携帯の充電、キャラクターと一緒、
危ない。 OK、 うん、した投票。毎日したいからね。あと4日、1234、あと4日、もうちょっとで終わっちゃう。早いな意外と。フェイス買わないですね。買わない。もう別に今欲しいわけじゃないからいいかな。今だったら買えそうだけど。いいかな。日本チーム、え、いないの？バロラントのやつ会社。え、マジいないの？いるかと思って、全然さ、あんま分かってなくってさ、今見てないから。 VCT 試合の会社でもこの前ゼータが負けちゃったっていうのは知ってる。ごめんなさい、でもそれしか知らない。どこのチームがいるの？東京でやるやつだっけ、違ったっけ、どこだっけ。この前大阪でやってたよね。でも VCT 東京か。あ、来週なの？全然分かってないわ。いや、ちょっと今回あんま分かってないんだよな。どこのチームがいるんだ、見てみようか。でネット、なんだ、ツイッター、ツイッターで調べてるっていうから。でも知らないチームかも、全然あんま詳しくないから。バルラントのチーム VCT、 何で調べたら出てくる。これ不審室、こっちに、これか？ん？わかんない。どこに書いてる？これか、マスターズ東京パシフィック。ちょっとあんま、3チーム、3チームしか いけないの。そういうこと。全然詳しくない。3チームペーパー、なんて、え、わかんない、待って、なんて読むのかわかんない。 TRX 激動だろ、 T1、 これなんて、なんちゃらレックスみたいな。いや、いっぱい、え、ちょっと待って、わかんない、難しい。あ、でも来週あるのか。
ちょっとあんま分かんなかった。行かないけど会場には。とかゼータ負けちゃったの。そのなんかゼータ負けてそのフレーフ出れないみたいなのは知ってたけど、分かんなかった。それがペーパーレックス、それから多分あもう調べてみたけどツイッターでよく分かんなかった。会場、あ会場東京だよ。会場東京。なんか VCT バラントのこの大会さ、なんか気づいたらいつもやってるイメージずっとなんか気づいたらやってるイメージあんまり追ってないからそう思うかもなんだけどなんか気づいたらいつもそうなんかやってるイメージ。エペのさ LGS はなんかちゃんと何日からやるみたいなのをこう調べて私が分かってるからあれだけど、 VCT はもう分かってないから気づいたらなんかいつもやってんなみたいな感じまスケジュールとかちゃんと見てないから分かんない。幕張メッセ、幕張メッセであんのかな。いやもう会場、あそういうこと、そのどこの会場かって話、場所じゃなくて会場ちょっと分かんないんだよな行く予定じゃないから会場分かんない。どこであるんだろうね。確か幕張メッセとかでやりそうだけど、そういうところでどこだろう、わかんない。ワルトの体感、たまにね。でも今回全然見てないからあんまり分かってない。たまにちょっと見てるから。いやね、あんま分かんないんだよ。そもそもバーラントもエピよりあんま詳しくないからキャラがどういうの使いたいとかあんま分かんない。どうやったら勝ちか負けか分かるけどそれぐらいしか分かってないからさ難しい。いやいや、まあ、そうね、試合長いよね。13本選手だからその長い。一試合結構長いよね。結構もうなんか接戦とかだったらさ1時間ぐらいあるよね。結構長いイメージ。
やっぱり1試合20分ぐらいだけど、最後の方まで残ってもなるんとは思って長い。セールです。ブリッツのプレオフ7月13日。7月13か。7月からなのはしてた。ロンドンだっけ。さすがにちょっと見に行けないけど、ロンドンだからさすがにちょっと無理だけど、配信で見ようかな。でもね、開始時間がね、ロンドンだからさ、もうすごい時間とかにやってんだよね。見たいけど、見れたら見るぐらいかな。ちょっとロンドンまではさすがに行けないわ。日本だったらあれだけど、でも日本でもあれだな、そのなんかめっちゃ遠い場所とかだったら、北海道とかだったらちょっとあれかも。色を着てるの、いやね、でもそれにしても結構の時間にいつもやってるイメージ。え、ロンドンの時だった気がするけどな。ほんとなんか夜中の2時スタートとかある、あった。そう、そっからやるから、スタートが2時とか、ほんと深夜、もう朝方までやってるみたいな。さすがに無理。さすがに見れない。ハワイ行ける、ロンドンも行ける。じゃあそれはちょっと違うじゃん。ハワイはさ、チケットとかもさ全部さ、そのこの間の MVP のやつでしょ、あれはチケットとかも手配してくれてって感じじゃん。違うじゃん、ロンドン行くってなったらもう全部自分で手配じゃん。大変だもん。変だもん。無理ですね。チーム賞金$30万、約4000万。すごいな。でもあれなんでしょう、21以下だっけはなんかないみたいな賞金、前回そうな感じだった。待って、なんかネイルかけてる爪先、今気づいた。え、なんか当たるなと思ったら、見える、見えないか、ちっちゃすぎて。もうちょっとかけてる。えー、こっから剥がれていっちゃいそう、やだな。かけてるんだけど、なんで？まああんまりわかんないけど、よく見ないとかけてる。仕方ないか。私英語全然得意じゃない。英語苦手ですね。寒天でかけて、そんな寒天硬くない。やばすぎでしょ、硬すぎん。寒天でかけたんならもうカチカチじゃん、あの寒天固めすぎ。カルシウムが不足してる。いや、爪が欠けてるんじゃないの、ネイルが欠けてる。関係ないよ、だから爪じゃない、ネイルが欠けてる。ネイルの部分が爪じゃなくて、うん、ペアは英語で気がしてた。英語からなるかな。え、でも日本語設定ができ、日本語の設定ができるゲームは日本語がいい。いや、わかんなくなりそうじゃない。なんか慣れてるゲームだったらいいかもだけど。
かんのかいい加減な日本語の時もある。ある？アラビア語で起動して文字線があったことある。それやだな。それちょっと嫌じゃない？え、そうなるのは嫌だわ。ずっとわからないことは嫌だ。物理苦手。物理そこまで。でも先生によるよね、物理とか。なんか公式、計算の公式とかあるけど、数学とかはさ、考えればわかるじゃん。公式もどうやったらこの公式になるのかも大体わかるじゃん。わかんないやつもあるけど。でも物理ってさ、もう考えても意味わかんないからさ、あの公式教える先生によるよね。なんかどう教えてくれるか。先生に。意味わかる？でもちょっとわかりづらいじゃん、物理の公式。数学とかもあるけど、そういうの意味わかんないやつとか。なんでこの公式になるのか。科学やってないです、私。鏡の目線英語をさせる気ないですね。でもそう、なんか勉強し直す気がないや、今って。そう、なんか普通に勉強まで好きじゃない。いや、好きな科目だったらまだいいと思うんだけど、そこまで好きじゃないから。なんで物理、物理選んでないよ。物理だった。物理なんか物理だった。よりか、いや理系だね、私。文系の科目は理系のが好きだった。生物が一番好きだったかも。生物が一番好きだった。もう覚えてないけどね。もうちょっと覚えてないけど、今やるって言われたら無理だけど、だって勉強してないから。物理ってあれだ、物理基礎、物理基礎、化学基礎じゃなかった、物理基礎だ。その後かなんか物理と生物で分かれるじゃん。科学もあるのか。一番なかったけど、科学選択は生物選んだけど、でも
物理は物理基礎。なんかそもそも科学なかった。まあいいけど科学あんま好きじゃないからいいけど難しいじゃん科学の。なんかそのなんか計算もだし、なんかそのなんかいろいろなんていう単語が難しい。エフェクスで歌が好きですそれただゲームが好きなだけ確かに私もだけどフ理系だったね。文系の科目よりか理系の方が好きだった。結構覚えてないですね。なんかその時はなんか中学校の時かな最後にやった。高校やってないからもう覚えてないねその時もちょっと苦手だったもん。覚えるの難しくないあれ。なんかあの英語の組み合わせ覚えるの難しい。数学得意なんですね昔ねもう今はさすがに分かんない分かんないですね。使わないと忘れちゃうもんね。もう忘れました。全部公式とか覚えてない。なんか前習ったこととか覚えてない使わないんだもんだって普通に生活してて使わないから覚えてない。そう大学生とかだったらあれかもだけど大学生でもないからな。勉強しないか。底辺かける高さ割るに底辺かける高さ割る。それはあの三角形それぐらいはさすがにわかるわ それぐらいは、ね、簡単なやつだったらなんか難しいのだったらわかんない。覚えてない。それは台形？底辺かける高さ割る2でしょ？台形じゃなくない？台形はあれだよ。なんかさもうちゃんと覚えてないけどその台形の面積を求めることなんて日常でないから三角形もないけど台形あれでしょ。あのなんかさ上の辺と下でなんだっけなんていうの上のところと下のプラスだよね。上のなんかカッコでなんていうの下足してかける高さ
だよね、なんかその続きなんかあった気がするけど、あ、割る2か。調停か。あんま覚えてない。普段使わない。なんか面積求めることなんてないもんな。ベクトルの餌ってどんなんだっけ。物理、物理、ベクトルって物理だよ。なんかあったけど覚えてないよ。物理とか分かんないです。でも物理得意な時期はあった。なんか得意っていうか先生の教え方がうまくてね、覚えやすくて、それはあったけど、あとテストが簡単だったのかもしれない、わかんない。もう全くわかんないけど、覚えてない、なんかどういうのがあったとか。家庭教師のアルバイト絶対無理。でも勉強し直さないといけないです、するってなったら嫌だな。勉強し直す大変そう。学年に取ったことないよ。誰？取ったことないよ私。いやなんかその科目ごとの順位とかでだったらあるけど、総合はないですね。そこまで頭は良くない。文系が全然得意じゃなかったから。誰ですか学年には。違う人。生物かなんか、覚えてないな。学年に覚えてないかも。生物ちょっと覚えてない。あったっけ。生物はね好きだったから点数は良かった。生物は、ね、でも順位とか覚えてないよ。でもその分ね、あの文系の科目本当に実力なかったから。そう、もう好きな科目に全振り。芸術、あ、中学生の時あったね、中学。懐かしい。好きな微生物。好きな微生物は特に言えないかも。いる人いるの、好きな微生物。セルスはすごい。98点取った科目、あ、それ中学生の時の話かな。中学生の時の理科だね、多分98点。
なんかすっごい記憶に残ってる。それは先生の計算ミスで97ってなってて、すっごいそれ計算ミスっていうのをすごい言っても分かってくれなくって、計算してもみたいな1点の問題を2問間違ってたの、漢字ミスで。で1点の問題2問しか間違ってないのに3点引かれてて、それを先生に言ったのに、なんかずっと先生計算ミスってて3点引かれてみたいな。それを話を聞いてた前の席に座ってた子が、教卓でそう先生に講習してたらね、その教卓の前の席に座ってる子がその話聞いて、えそれえ先生間違ってないみたいな。それでやっと戻してくれたの1点の問題にも間違えてただけなのに3点引かれてたびっくりしたもん。でも自分が違うのかなって思い出始めて、でもどう考えてもこれ1点のもん、1点って書いてあるしなと思って、この2問どうやったら3点になるのとそう、その話やね、前の席の子が聞いてて、ちゃんとした点数になったけど だから覚えてるけど98点だった。それ以外は覚えてないや、テストの点数。そう、間違えてた。中学1年生の時のあれ、それめっちゃ前、中学1年生の時のそのさ、中学校入ってすぐやるテストがあるんだけど、それじゃなくってちゃんと授業が始まってからやる、なんかその1回目のテストみたいな、その時めっちゃ覚えてるその時そう、担任の先生だった、理科の先生、担任の先生で、中学1年生の時の担任は理科の先生だった。まあ、ね、待って、だから相当念に、まだ覚えてるってことは相当念に持ってる。いやね、点数の間違いがそもそもあんまなくって、でも大体さ言ったらさ、あ間違ってるねぐらいですぐ戻るんだけど、その先生だけはなんか言って、そう計算し直してもらってもなんか違うみたいな言われてそうだからね、だから覚えてる、一回しかないそんなそう、いやだって点数って大事じゃない？ 1 点だったとしてもその1点で順位が変わっちゃうから大事じゃない？ 1 点でも増やしたいじゃん点数テスト、確認テストじゃない、本当のなんていう、そのなんか定期的にやるテスト、テスト小テストとかそういうのじゃなくて普通のテスト。定期テスト、そうそう定期テスト難しいわめっちゃ頑張ってたテストだったんで、もそのテスト、あ50分ありがとう。
そう、初めてテスト勉強っていうのをした、テスト中学入る前テスト勉強なんてしないじゃん。だから13位からランキング読みますね。13位ケネスさん、ありがとうございます。12位カザットマーク、許可タムズさん、ありがとうございます。11位お豆さん、ありがとうございます。10位ヒンメルアットマーク、そろそろおこたを見たいなさん、ありがとうございます。え、怒ってるのがいいの9位本校なるアットマーク、許可石さん、ありがとうございます。8位トシドリさん、ありがとうございます。7位ジョクスノさん、ありがとうございます。6位マルさん、ありがとうございます。5位バトニーさん、ありがとうございます。4位ユージャットマーク、キョカちゃん愛してるよさん、ありがとうございます。3位ニャンホザさん、ありがとうございます。2位フロマンさん、ありがとうございます。そして1位がウドさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。明日の配信も夜しようかな。夜する、いつもぐらいですかね、時間帯は。やっぱ今から、あーどうしよっかなやっぱちょっとしようかな。なんかちょっとちょっとルーキーで降りたくはないからな、今ルーキーなんだよね一番下のランクにいるんだよね。ちょっとそれで終わりたくはないから、ちょっとしようかな しかも今回のランク盛りやすいみたいな聞くから、いけるんだったら結構馬で目指したいけど、私がどれだけするかによるね今までの最高ゴールドの43枚いってないはず、4かな。だからもう一度まだあげたいけど、できるかしらベータ、無理だよ今回のボーダー、やばいみたいなの聞くし、そもそもいけないよそもそもマスターとかまでいけないって。ベータって順位750人しかなれないんだよ、人数が決まってて。そのボーダーがなんかもう今回盛りやすいから、今回のランク盛りやすいらしいから、もう分かんないけど、もうなんかねすごいらしいの、ポイントのボーダーが。無理ですね私には普通に無理ですいけないいけないちょっとしようかな、この後ほろ。ボーダー30万本当に言ってる？やばくない？30万ってすごいね、私には絶対に無理あ、もう時間か。じゃあまた明日の配信で、ありがとうございました。またね、おやすみなさい。また明日、バイバイ。おやすみ、またね、バイバイ。おやすみ、おやすみ。